はい、続きなんですけどね、お金がある時とない時とがない時とが激しいんですよね。お金がある時はなるべく株を買っておきたいものなんだけど、株価も安くなってるものがないね。そしたらね、これを建てたいんですけど、お金さえあればもう建てられる。どこに建てるかだよね。こっちに建てるか、もしくはこっちに建てるか。こっちの方がなんかいいような気がするな。ここから分岐して一つはこっちの方行っちゃうんですよね。もう一つの方がこっちにずっとぐるーっと行って、ここら辺に駅を作るとしてですね、かなりこう迂回する感じなんだね。いずれはこの辺につながりたいところだね。ただここはね、小さい駅だからね、こうなってんのか。ここまで来てんだ。そっか。普通にこことここをつなげればいいんだ。お金がないからできないね。売る。ちょっとここら辺真っ平らにした方がいいかな。ここら辺とか、この
線とこの線をの間をね、こう行ったり来たりしてんだね、これ。そういうことか。なるほど。あ、もうこれできんじゃん。あ、まだもうちょいか。ホームタウン、ホームタウンへ、次の切符をちょうだい。ちょうど夜明けに着く汽車の、着く汽車の駅に彼が待てるはずなの。結ばれるのよ私たち、オレンジの花が咲いてる坂、オレンジの花が咲いてる。忘れちゃった。丘のチャペルへ、都会で覚えた悲しみたちを忘れて、私たち生まれ変わるの、ホームタウンエクスプレス、ホームタウンエクスプレス。はお金がないからやりたいことができない。バツ。あ、さっきの方が高かったんじゃないかな。さっき持ってたのこれかな。同じ株買ったりしてるかもしれない。
痴漢急行が走ってんな。なんだっけな、俺がやりたいことはなんだっけな、俺がやりたいことは、まずこれを見てボタンを押し間違え、もうちょっと前にやっとけばもっと儲かったかもしれないな。少し儲かったね。駅を作っちゃおう。中間地点、こことここの中間地点、この辺ですね。まずは道を作ってですね。ここに駅を作って。ステーションを、反対側に宇宙エレベーターを建てようかな。
と50万だね。買える株がないの。これ今売ったやつかもしれないな。ダメだな、お金がたまらないな。まだか。
セーブしとこう。あれ？間違えてロードしちゃったかなこれ。間違えてロードしちゃったかなこれ。しちゃったよ。なんでだよ。畜生だな。セーブしたかったのにな。やっちまったな。オートセーブに戻るか。もう何をやってるんだよ。ロードしちゃったんだね。セーブしようかなと思ったのに。これをればいいのか。これでセーブしたかった。セーブをするんですよ。宇宙エレベーターを建てた途端に貧乏になります。宇宙エレベーター、でここのね列車をね増やさないとダメだな。まだ来てないのか。あれ？どれだろう？これじゃないな。これはこっちだな。違うな。どうしよっかね。こっちかな。紫だね。紫の。これを。これをね、あ、これ特急なのかな、普通のやつか。これをこれいっぱい乗れるやつに変えて、でこれも200ぐらいにしといて、あとこっち側のやつ、これもね200ぐらいにしてセーブ。
セーブ。今度はこっちのプラットフォームに行っちゃうんだ。あ、これ都市間急行だ。都市間急行なし。時間が来ちゃいました。